はい、皆さんこんにちは。今日は曇り空ですね。なんか今にも雨が降りそうな感じですけど、今日はね、下流漁協さんのキャッチ&リリースクアンにお邪魔しております。この時間はね、やっぱちょっと難しいんでね、他の人も見えませんね。今僕一人ですね。はい。で、今日はね、今ちょうどお昼なんだけど、ちょっとこの時間やっぱ難しいからね、この今目の前がシャドウになってるんですけど、ここに例のごとくあの鯉がねうろうろしてるんで、そいつを狙ってちょっと遊んでみましょうか。はい。で、夕方になったらイブニングだよね。イブニングになったら、もうちょっと流れのあるとこですね、行って、狙ってみましょうか。おお、なんだあら。お、ニジマスじゃない？あ、ブラウンだ。ブラウンボイルしてるわ。あ、食った食った。なんか食ったよ。なんか食った。うん、ベイト食ったね。今の映ったかな。はい、じゃあね、早速準備してやってみましょう。もう岸側におるね。岸側に1匹見つけました。すぐ2、3メーターのところにおる。あつくわねえかな。下でなんかクチクチ口動かしたな。お、どこ行った。はい。 お食べた食べた。食った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 ぞ。こいつはリアクションで食ったね。走る走る走る。やっと気づいたか。やっと気づいたか。今度回っとるね。回っとるね。ツッコミが弱くなったね。まあ多分釣り合った方がいいぐらいだな。ただ浮力がなくなるからね。ラインブレイクが一番しやすい時なのかな。ランディングする時は。そのまま上がってこい。頭だけ出してる。やっぱり行くとびっくりするんだよな。行くとびっくりするんだよな。そうだよな。やっやっ。入った。でけえ。でけえ。ちょっとめっちゃでけえぞこれ。めっちゃでけえぞこれ。でけえ。行こうか。でかい。60、70ちょっと切るくらいか。
うわ、でかい。よしよし。逃がしちゃう。行け。行け。あ、危ない。はい。ありがとう。なんか怪我するな、お前な。大丈夫か。大丈夫か。ありがとう。ああ、ありがとう。楽しかった。楽しかった。うん、こうして見るとやっぱちっちゃく見えるんだけど、上げるとでけえな、やっぱな。やっぱあの屈折してるんだからな。水の中入ってて屈折してるもんだから。ああ、楽しかった。はい、ちょっと移動してきました。いやー、結構でかい声でしたね。もう疲れました。はい。で、ちょっと今、タックル、今、システムを変えました。竿とね、リールは一緒なんだけど、これ、ダブルテーパーの、4番のフローティングですね。それをカットして、これ、シューティングヘッドですね。シューティングヘッドにしてあります。うん。で、前回と逆で、今度は、今回は、ユーロにフロロットに、フローティングラインをセットして、まあ、ドライフライをやってみようと、はい、いうことです。うん、ただし、あのフルラインだとね、これ、ラインをね、巻き取るのが大変ですし、あの、釣り場でね、ユーロニンフやってて、フローティングラインに変えるときに、フルラインだとね、30メーターぐらいね、全部巻いちゃわないといけないんで、うん、それ、あの、手間かかって大変なんでね、あの、シューティングヘッドにしてあります。で、また、こういうとこで釣るときはね、大きいフライですね。うん。今日はあのフラッタリングカディスをね、ちょっと巻いてきたんで、それを使ってね、ここで釣りをしようと思うんで、うん。シューティングヘッドの方がいいですね。フルラインよりはね、飛距離も出ますし。うん。あと、シューティングヘッドだとね、ちょうど電車が来た。あと、シューティングヘッドだとね、あの、フォルスキャストが少なくて、うん。少ない回数で、まあ、1回ないし 2回ですね。で、あの、ロングキャストできますんで、あの、トラブル回避にもいいですね。うん。あとは、この、ユーロニフのロッドですね。ロッドすごく長いんで、これ 10.6 フィートなんですけど、まあ、スイッチロッド並みのね、長さあるんでね、うん、この長さを生かすには、あの、シューティングヘッドの方がいいですね。うん、ヘッドにした方が、ロッドの長さ生かせますんで。はい。うん。で、これで、今からね、イブニングここでやってみようと思います。今ちょうどね、ダムの放水が、ダムじゃない、発電所だね。ちょうど今から始まって、今徐々に水来てんのかな。うん、ちょうど来てる時なんで、もうちょっと流れ来てからかね。ああ、今来たんで。はい。来てから釣り開始しようかなと思います。うん。じゃあそれまでちょっと、ドライフライ結んだりしてね、はい、準備しようと思います。はい、キャッチアンドリリース区間に、移動してきました。ちょっと濁り入っとるな。うん、あの発電所からの水がね。あと今対岸に一人、まあ、ちょっと今見えないけどな、まあ、岩陰に、あ、今ラインが見えるね。一人、あとこの下流に一人入って見えますね。まあ、二人ともレッドフライの方ですね。はい、うん、で今下流の方に挨拶して、うん、上流の方入らせてもらいました。よし。じゃあね、フライは、さっきと一緒。うん。フラッタリングカディスですね。もうこれはね、大きさ的に言うと8番くらいになるかな。もう直接ね、フックに巻いてはないんだけど、まあ多分、
大きさ的には8番くらいだね、まあ、そのぐらいになるように、作ってみたんですけど、ここは釣り比べるからね、昨日と違ってラインを出す必要がないね。今これで15メーターぐらいかな、10メーターぐらいかな、12、3メーターかフライまで12、3メーター出てますからね、まあ、シューティングヘッドにしてるんで。いいね、ゴルフキャストを1回で済むからね、あのフルラインの時みたいに何回もねゴルフキャストしなくてもいいから。昨日はねちなみにニジマスちっちゃかったけどね、2匹釣ったんですわ、まあ、1匹は泣きしゃくぐらいだったかな、だったんだけど、あの対岸でね、ちょうどあの大きな岩の下流側でね同じようにして釣ったんだけど、ちょっとフライはね今使っているのと違うんだけど、まあ同じフラッタリングかですよね、釣りしたんで。いや、フラッタリングダメでしたね。というわけで、他の人もちょっと釣れてないんでね、ちょっと今誘導ニンフに買いました。これで、ちょっとスイングニンフで釣り下ってみますか。なんか来た。おお、イワナだ。おお、イワナだ。イワナちゃん釣れましたわ。最後の最後に。やっぱ、やっぱニンフ強いね。おお、ああ、行っちゃった。イワナさん行っちゃった。一回流してみるか。ああ、石だね。石でした。お、来た。お、来た、来た、来た。来たぞ。ちょっと、根がかりを外した後に。これはニジマスじゃないか、このパワフルな引きは。大きさの割に。あ、違う。畜生ウグイや。ウグイさんでした。あ、すげえパワフルなんだけど、お前。バイバイ。なんで、ニジマスかと思ったじゃねえかよ。ちょ、来たぞ。ゴツンって来たぞ、今。これニジマスじゃないか？これはニジマスじゃないか？この橋。いや、油断できな。さっきや、あんだけ走ってて、ね、思いだったから。そんな大きいサイズじゃないんだけど。見えねえ、見えねえ。
あ、いや、結構いいのか。おーっと、これは、あれはニジマスくんじゃないの、この走りは。うん、これはニジマスじゃないか。ニジマ、あ、ニジマスね。ニジマス、ニジマスくんです。ちょっとサイズアップ。あ、外っちゃった。ちょっとサイズアップ。25、6センチ。これは何？これもニジマスじゃないか？うん、これもいい当たりだけど。ちょっとライン回収しよう。ちょっと長いからね。あーっと、これはウグイか？ウグイか？ウグイか？ウグイ、あ、ちょ、イワナじゃないか？あ、イワナですわ。ちょっと暗くてわからんけど、イワナだわ。おお、いいワナ来てくれた。よし、うん、映ってる。ちょっと暗くてわかんないから、イワナですわ。まあ放流したやつだね、うん、真っ黒。真っ黒イワナだ。真っ黒イワナ、うん、真っ黒イワナだ。黒いわな。20センチないね。18センチぐらいかな。17、18ってぐらい。よっしゃ、うん、最後にイワナ来てくれたから。今日はいいでしょ、これで。よっしゃ、イワナにニジマス1、ウグイ1。まあ、4匹。よし、じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。やっぱりちょっと川から上がりました。真っ暗で分かんないな。多分これ映ってねえんじゃないかな。ちょっと空映そうか。うん、空はとりあえず見えてね。はい。今日ちょっと苦しい釣りでしたね。うん、本当はね、フラッタリングで一匹ね、なんとか釣りたかったんだけど、うん、ちょっと出ませんでしたね。まあでも、ユーロニンフでね、4匹かな。海入れて4匹出てくれましたんで。まあ良かったですね。ポーズは免れたんでね。はい。しばらく多分こんな天気続くんじゃないかな。ほんと梅雨に戻った感じでね。うん。まあでも暑くないんでね。過ごしやすいですけどね。はい。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。